どうもしゅんです。こんにちは。はい、ということでですね、今回は逆転就活ってことをテーマに今まで動画を集めてきました。まだ内定がなくて焦ってる方や、これから就職活動を控えていて今のままでは受からないんじゃないかっていうように不安に思ってる方に向けた動画です。この動画を通じて少しでもなんかやってみようかなであったりとか、自分でもできるんじゃないかって思ってもらえるとすごく嬉しいです。ということでどうぞ。で、罰金税で、働き始めてから、1年目は非常に、なんていうんですか、タイトなスケジュールで働いていたっていうふうにお聞きしたんですけども、具体的に、どのような働き方をされてたんですか？なんか、2時に帰れたら早い。ご飯を食べながらミーティングしたりっていうお話もお伺いしたんですけど、よく、ランチオンミーティングっていうのかな、はい、まあ、お弁当を食べながらミーティングとか、まあ、タクシーの移動中で、ね、電話でミーティングだとか、みんなすごい勢いで働いてるんですよ。なんかちょっとお茶して食べるみたいな時間も本当になくって、よくそのマッキンゼ入ったら、はい、まあ、3倍のスピードで成長できるなっていうことも言われてたんですけど、やっぱり確かにものすごい濃いし、勤務時間もまあ長いから、まあ、その掛け算確かに3倍にはこれならなるなっていうのは体感としてありましたね。確かに普通になってるよみたいなのも言われるんですよ、ね、あ、そう、うん、なの。なんかエクセルをね、入れて計算したら、はい、まあ、当時のマネージャーさんに、はい、石井さんスピードが普通の人になってるよって言われたことがあって、すごい発言ですよね、それ。いや、普通の人だしと思って、うん、このマッキンゼーでの生活から、お笑い芸人に転職された、経緯みたいなのをお伺いしてもよろしいですか？はい、まあ、一言で言うと、もう自分がついていけなくなった、はい、当時の私は本当にそれまで人生で、なんだろうな、頑張るようになってからは挫折をしてこなくなっていた自分がいて、なんか東大入れないと思ってたけど頑張ったら入れた、大学院も行けた、なんかマッキンゼも入れた、このまま頑張ってたらそのままね、ただし頑張んなきゃダメだけど、でも頑張りさえしてればなんかトントントンっていけるって思ってたんですけども、はい、まあ、そういかなくなった。頑張った分だけ報われなくなってきた。報われなくなってきた。頑張り方もよく分かんなくなってきた。で、空回るようになっちゃって、はい、本当にメンタルやられちゃって、はい、もう、まあ、なんかこの辺が痛くって、メンタル的にもかなりやばくなっちゃって、こんなにしんどいなら車引いてくれないかなと思いながら出社してたんですけど、引いてくれないんですよ、って言うとすごい不謹慎ですけど、よかった、引かれなくて。でもなんかもうそれぐらい追い詰められちゃって、はい、だけどなんかその容量も良くない、頭も良くないくせに真面目に出社することだけはするみたいな、うん、っていう日々が続いてて、はい、今思うと結局自分軸じゃなくて他人軸で生きるようになってきて、なんか一度の自分の人生なんだから好きに生きればいいやと思って、その自分がようやくダサく見えたという、はい、なんか自分に嘘をつき続けて、こう他人軸にいい学校いい会社を築いてきたけど、はい、まあ、一方でその私人生でいつまで自分に嘘をつき続けるんだろうなっていう違和感はいつからかは生まれてきてたのはあった。もやもやはどこかにあった。その時にプツンと消えて、そう他人軸から自分軸に切り替わったっていう。あ、人生がもう一個あったら私はエンターテイナーになりたいって思ってた。だけども知り合い親戚家族に芸能人なんか一人もいないし、そういうことは人生がもう一個あったらやることだぐらいに思ってたし、なんならそういうことをやる人いたいぐらいに思う側の人だったんだけど、はい、あ、そうなんですね、うん、夢なんて見るもんじゃないって思ってたタイプだったけども、はい、なんかもう一度死んでなんか命拾いしたと思えば、別にこれからもうどんな恥ずかしいことがあろうと笑われようと、もう多分すごい結構プライドも高いから、みんなもう絶対好奇の目で見られ、そうですね、なんかバカにされってすごいされるだろうなと思ったけど、死ぬことに比べたら生きててよかったぐらいに思って、そうですね、もうかすり傷ぐらい、まあ、別に笑いたいなら笑えばどうぞぐらいに思って、はい、でそれまで頑張って勉強もしてきたしいい会社も入ったけど、私が人生で本当に失いたくないものってなんだろうって思ったら、それは綺麗な履歴書なんかじゃなくて家族と友達だなと思って、で本当に大事な友達、そして家族は何があっても別に失うことはないって気づいたら、はい、じゃあ別に芸人挑戦しない理由なくないっていうところにやってたどり着いて、で養成所というか渡辺エンターテインメントの養成所というところに行って、今の活動があるっていうことなんですね。
就職ね2回やってるんですよ、はい、1回目全部落ちて沖縄でリゾートホテルでパラソルを刺す係にだけ内定して、はい、でみんな高卒とかばっかなの、俺わざわざ早稲田まで一浪して早稲田出てそこしか受かんないっていうダメ就活生だったから、なんかその時ね嘘ばっかついてたの、要はちょろいと思ってて、就活の参考書とか読むと何々をしてこのどん底だったチームを優勝に導きましたばっか例文で書いてあるじゃん、はい、あこういう嘘つきゃいいんだなと思って、だから全然誰も頑張ってないようなアマチュアのフットサルサークルなのに大会もちっちゃいなんかお遊びみたいな大会優勝した時のことを思い出して、チームがどん底の時声を掛け合って優勝まで導きましたとか適当なストーリーを作って ES にも書いてなんか面接でも言ってそういうことばっかやって嘘ばっかついてたら全部落ちた、本当に全部落ちたんですよね、本当に全部落ちて、その時思ったのがこれ嘘つくんじゃなくて本当に自分が思ったことを喋んなきゃいけないんだなって思って、まあ当たり前のことなんだけど、それで俺の中で導き出したのがシンプルに自分がどんなやつで何がやりたくてなぜこの会社なのかっていうのを徹底的に掘って、1時間でも喋れるし10分でも喋れるし3分でも喋れるみたいにしようと思ってとか、そういう風に掘ってって掘ってって、この3つのことを説得力持ってずっと喋れるぐらいにやってったら何も人間としてのレベル変わってないの、だって就活ってすぐ2回目来んじゃん、はい、何も変わってないのに、同じ企業でもフジテレビとかも本当最終の1個前とか行って、主演者も最終までいたのかな、で双葉社っていう出版社も受かったし、だからね、そこで本当に自分のことをちゃんと嘘つかないで、当たり前なんだけど嘘つかないで本当に自分でも絶対に確かにそうだなって納得感あるまで考えて喋れれば、あと受かるか落ちるかはまあ合うか合わないか。私は国際大学国際文化学部国際文化学科4年の戸川誠也と申します。世間でいう偏差値が低い大学の人たちってやっぱり頑張ってこなかったから今まで能力ってのはちょっと低いんですね。なんでもうざっくり言うと高学歴の人たち以上に努力するしかないですね。エフラン大学とか高学歴とか言うてそんな関係ないって言われてはいるけど、関係めちゃくちゃあります。世間一般でいう頭のいい大学のいいところって優秀な人たちが周りにいるんで、その人たちに自分も上げてもらえるんですよね。なんですけどやっぱりそのエフラン大学って正直これは申し訳ないんですけど、あんまりモチベーション高い学生いないんで自分までモチベーションが下げられてしまうんで、そこがちょっと難点ですよね。あとやっぱり今 SNS ってのが盛んですので、いわゆるコミュニティっていうのは自分で作れる時代なので、そういうところで自分で積極的に動いて自分と同じ志を持っている人間のコミュニティを作るっていうのは大事なのかなと思います。パーさんは受験時のセンター試験の英語は200点中何点だったんでしたっけ？200点中20点でした。センター試験20点で大学に入って、本当に中学生レベルの英語もまともにできなかったんですよ。なんですけどうちの大学って意欲のある人あんまり少ないんで、先生に聞いたらすごい優しく答えてくれるんですよ、はい、私も今の名誉教授の先生にすいません形容詞と副詞の違い教えてくださいみたいな中学生みたいな質問したんですけど、すっごい優しく偉いねって質問しに来るなんていいよ教えてあげるって言ってすごい教えてくださって、今でもずっと英語を教わってるんですけど、褒められてなんか気分良くなるじゃないですかこっちも。それでもうどんどんなんかやる気になっちゃって、勉強そのものが楽しくなって気がついたら英語もかなり伸びて TOEIC も900以上英検も1級取れたっていうのはありますね。今日から会社に入っても頑張れそうだなって思わせられますね。ポテンシャルをアピールするにはもうかなりいいストーリーなのかなというのは思います。映画の感想とか考察とかを紹介するチャンネルをやっている YouTuber のおっちゃんと言います。おっちゃんさんはどういう時に不安になるんですか？同じ大学の同期とかどんどん結婚したりとか就職してすごい安定した生活を送ってるから、そういうのと比べた時に不安はありますね。おっちゃんが比べてる対象が間違ってる気がするんですよね。その同じ大学の同期の人と比べてるじゃないですか。でその大学の同期の人だと、まあ普通に就職しましたってなるとそこそこ名の知れたところで安定した企業になって、その学歴でそこそこ安定してたらそりゃ引く手あまたで結婚もできるよねって至極当たり前じゃないですか。ただ日本人一般で考えるとさ、20代ですっていうので結婚してる人ってほぼいないわけですよ。今ってあの日本人の平均の結婚って30代間近だったりするので、なんで別に結婚してないのは当たり前だし、じゃあその名のある企業で働いてない人の方が当たり前じゃないですか。普通になったっていうだけだと思うんですよね。もともとは学歴みたいなので下駄を履いてエリート街道を動いてたと思うんですけど、でもそこでこう下駄を外してみて一般の日本人と同じレベルってなってみると、あ
れあれ上の方のエリートの生活とは違うぞってなったっていう現実になったと思うんですけど、ただそれが普通だと思うので、でそれを望んでそこの普通の生活に来たんだから、そこまで困る必要ないんじゃないかなと、むしろ普通の友達を相手にすればいいんじゃないかなと思います。確かに自分の中にエリートへのコンプレックスがあります北海道戻りたかったら戻ればいいと思うんですよ。ちょっと遠回りしましたけど、その今の学歴でじゃあ名のある企業とかサイバーエージェントとかって申し込めば受かる可能性あるじゃないですか。そしたら普通に名のある企業に入った学歴のある女の人っていうエリートコースにすぐ戻れるんで、それちょっと今思ったのが、特別になりたいみたいな気持ちがきっとあって、どっかの会社に入って一エリートっていうのとは違った YouTuber として特別になりたいみたいな気持ちが暴走してるのかなと思うこともある。じゃあそうじゃない形っていうのを模索して、その自分自身が評価されるものっていうのを YouTuber みたいなの始めたっていうのだと思うんですけど、であればやっぱり多分自分自身を売りにしていくっていうのをやらないと、どっかの組織に入った時点で自分自身が売りになってないよね、要は替えの利く人材だよねっていうところ変わんないと思うんです。はい、ということで僕らとしては内定取ることがゴールじゃないっていうことは伝えておきたいなっていうふうには思ってます。その中で何が大事かっていうと、自分の意思で選んで自分の意思で行動するっていうことが結局一番大事なんじゃないかなっていうふうに思ってます。自分自身もですね、就活チャンネルを始める前、大学1年生の時はどうしても東京に行きたくて仮面浪人っていうのをずっとしてて、金沢大学に通いながら早稲田大学を目指すっていう受験勉強をしてたんですよね。全てを犠牲にして1年間本気で頑張ったんですけど、結局失敗しちゃったんですよね。でその時も人生終わったわって思ったり、結局自分って何もないんだなっていう風に思って挫折したんですけど、その過程の中で自分に残った変化っていうのは一生残っていて、結果は、まあ、たとえ合格だったとしても不合格だったとしても忘れ去ると思うんですが、自分に残った変化っていうのは今でもすごい残ってるんですよね。でそれをきっかけに地方にいても大学とかいう枠組みにとらわれずできることないかなと思って YouTube を始めたっていう経緯があります。で結局 YouTube 始めても1年間やってもう800人ぐらいしか伸びなくて、コメント欄とか友達とか知らない人からいろんなこと言われたりとか、自分自身もダメだなと思って苦しかったことがほとんどで、辛かったんですけど、でも幸せだったんですよね。楽しかったんですよね。でなんでかっていうと、主体的に行動してたからだと思うんですよね。どっちかというと高校生までは敷かれたレールというか、言われたことをやるっていう風に生きてきたんですけど、自分の意思で決めて自分で行動するっていうことをやったから楽しかったんですよね。なので就職活動やキャリアの選択っていうのも同じだと思ってて、人間の幸福の 50% は主体的な行動によるっていうデータも出てるように、自分のことを知って企業のことも知って自分の足で自分の意思で選ぶっていうことができれば、世間的に大手じゃなかったとしても素晴らしいと思うんですよね。石井テレミさんが言うように、自分軸で企業選びとか自分のキャリアの選択を選んでほしいなっていうふうに思ってます。だから正直もう有名企業とかどうでもいいと思うんですよね。これは自分自身にも言い聞かせてるんですけど、自分の意思で行動したり自分の意思で選ぶためにはやっぱり情報とかも大事だけど、もう情報格差ってもうコロナになってなくなってるじゃないですか。何が格差があるか体験することだと思うんですよね。自分自身が経験したり体験したことからしか選べないじゃないですか。いろんな経験をするからこそ自分なりの納得いく選択ができると思うんですよ。なので僕はこのチャンネルを通じていろんな体験や経験をするきっかけを皆さんに提供できるように、もう本気で頑張りたいなと思ってます。大手が受かることが正義じゃないっていうことは伝えておきたいなと思ってこの動画を撮ってます。ということでですね、引き続き一緒のように頑張っていくので、よかったら応援お願いします。皆さんの人生がより良くなることを願ってます。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。